ソーンダースは、アメリカ合衆国オハイオ州出身の、元バスケットボール指導者。亡くなる直前まで、NBA、ミネソタティンバーウルブズの球団社長、一部オーナー、ヘッドコーチを務めていた。かつて、デトロイトピストンズ、ワシントンウィザーズのヘッドコーチも務め、2004年と2006年には、NBA オールスターゲームのヘッドコーチも務めた。息子は、ライアン・サンダース。 ミネソタ大学を1977年に卒業後、カレッジでコーチとしてのキャリアを開始し10年以上務め、CBA でプロのキャリアを開始した。ミネソタティンバーウルブーズ1995年3月11日、かつてのチームメイトであるケビン・マク・ヘールの下、ミネソタティンバーウルブーズの GM に招聘され、 ビル・ブレアーの公認として1995から1996シーズンのヘッドコーチに就任した。2005年まで、ケビン・ガーネット時代のウルブスを指揮し、8年連続プレイオフ進出を果たしたが、セミファイナル突破が限界で、2005年シーズン途中で解雇された。デトロイト・ピストンズ2005から2006シーズンから、全然シーズンチャンピオンとなり、 前シーズンファイナルでサンアントニオスパーズに敗れた名称ラリー、ブラウンの後任としてデトロイトピストンズのヘッドコーチに就任した。3年連続でカンファレンスファイナルに進出するも全て敗退し、ピストンズは追退期に入っていった。2008シーズン終了後解雇された。ワシントンウィザーズ2009年4月14日。 ワシントン・ウィザーズと4年1800万ドルの契約に合意し、ヘッドコーチに就任した。3年連続でプレーオフ進出を逃し、2011年シーズン開始17試合後に解雇された。ウィザーズでの通算戦績は51勝130敗であった。ミネソタ・ティンバーウルブズ2013年5月3日、ミネソタ・ティンバーウルブズの球団社長に就任し、 2014年6月5日、ヘッドコーチに就任した。2015年6月にホジキンリンパッシュと診断され、球団は8月に病名を公表。この時点では治療可能な状態と診断されていたが、10月25日、請求した。ありがとうございます。